皆様おはようございます。今週も1週間が始まりました。それでは毎週恒例1週間ご飯のスタートです。皆様こんにちは、こんばんは。月曜日のご飯を紹介します。私は今週遅番勤務になります。今サラダを作っております。レタスとお豆腐のサラダを作ろうと思っております。レタスはですね、スーパーで98円、一玉98円で安かったんですね。それを保存方法を調べたところ、まずレタスの芯に爪楊枝を3本刺すと、その後にキッチンペーパーで包んで、でそれをビニール袋、保存袋に入れると2週間ほど持つと書いてありました。私はキッチンペーパーではなく新聞紙を使用しております。一人暮らしだと野菜や食材が余りがちなので、こういった長持ちさせる方法があることはとても助かります。サラダの味付けはまずごま油、その次にお醤油ですね。だいたい適量を入れております。その次にごまですかね、すりごまを使用しております。このごまと豆腐がもうとてもマッチしておりまして、とても美味しいです。以上が今日のサラダの味付けです。続いては味噌汁です。この光景はもう見慣れましたね。まず乾燥わかめを水に戻しておきます。今日の一品物は先週漬けたパプリカとシシトウがまだ残っているので、それを食べきりたいと思っております。続いては実家からもらった自家製キムチと納豆になります。納豆はシンプルに塩だけの味付けです。私はもう最近ずっと醤油とかは使わずに塩だけで食べてます。乾燥わかめが水に戻ったので味噌汁を作っていきます。味噌とイワシの粉末、お湯を注いでいきます。とても簡単ですが、これが美味しいです。月曜日のご飯いただきます。はじめはいつも通り味噌汁からいただきました。今日もシンプルで最高のご飯でした。では美味しいご飯を食べて月曜日の仕事頑張って参りたいと思います。行ってきます。皆様こんにちは、こんばんは。火曜日のご飯を紹介します。私今半袖なんですが、最近11月にもかかわらず暑い日が続いてますよね。暑い方がいいのか寒いの方がいいのかというのはわからないんですが、でもやっぱり秋深まってきた時はそれなりの気温になった方がいいですよね。ということで今味噌汁を作っています。久しぶりに玉ねぎとしめじ、あとは人参の味噌汁を作っています。いつも簡単な即席味噌汁だったんですが、余り物の玉ねぎがちょうどあったので消費したいなと思って味噌汁を作ることにしました。玉ねぎの甘みが染み込んだ味噌汁、とても美味しいですね。で、今は小松菜を解凍しております。小松菜はいつも買ったら切って
ジップロックに入れて冷凍しております。それを水に戻しているところです。次にいつもの豆腐をキッチンペーパーで巻いて水を切っておきます。小松菜と豆腐の混ぜたものを作ろうかなと思っております。小松菜は茹でる必要なくて、解凍したらそのまま絞ればおひたしみたいな感じで使えるのでとっても便利です。本当は豆腐ソースを作って小松菜に混ぜようかなと思ったんですけど、ちょっと面倒くさくなったので、もうそのまま入れちゃえということでもう入れました。で、少し豆腐の割合が多かったので、豆腐は冷ややっこもしくは最後にご飯にのせて豆腐丼にしていただこうかなと思っております。そして味噌汁は味噌とイワシの粉末を用意して、最後に鍋の中のものと混ぜて終了です。次にこの納豆ですね。納豆はいつも通り塩のみでございます。で、次に一品もの自家製キムチになります。もうそろそろこの自家製キムチも食べきらないといけないので、ちょっと多めに持っていきました。では味噌汁です。この玉ねぎの甘みが染み出た味噌汁、とっても楽しみですね。スプーンに貼り付いた味噌を菜箸で溶かしていきます。野菜はゆっくりと跳ねないように入れます。味噌汁の完成です。火曜日のご飯いただきます。はじめはいつも通り味噌汁からいただきます。この玉ねぎの甘みが染み込んだ味噌汁、とっても美味しかったです。一口飲んだ時に、ああ久しぶりだなって思いました。今日もシンプルで最高のご飯でした。火曜日行ってきます。皆様こんにちは、こんばんは。木曜日のご飯を紹介します。水曜日はですね、有給を取りまして、ちょっと用事で出かけておりました。ですので撮影は行っておりません。なので水曜日を飛ばして木曜日のご飯を紹介します。はじめにサラダを作っていきます。レタスは洗って手でちぎります。で、今鳴っている音楽なのですが、これはご飯が炊けたよという合図です。私は炊きたてのご飯が一番好きなので、ご飯が炊き上がってすぐご飯を食べたいということで、その時間に合わせて炊いています。なのですが、いつも炊き上がったタイミングでご飯を食べれずに、ちょっとオーバーしてしまいますね。意外とこの野菜作ったりとか、味噌汁の準備とか、一品物の準備って結構時間かかりますね。自炊って時間がかかるものなのですね。今日のサラダはちょっとスパイシーな感じをイメージしました。カレー粉が残ってましたので、このカレー粉を使ったサラダ、黒胡椒もまぶしていきます。次に油、ごま油を使いました。オリーブオイルがあればオリーブオイルを使いたいなと思ったのですが、オリーブオイルはありません。ごま油と醤油を適量、その次にお酢を使いました。お酢を使うかどうか迷ったんですけど、でもお酢とカレーって合うよなって思いながら、ちょっとずつちょっとずつお酢を入れてみました。サラダの完成です。続いてはムーミンボール。この風景はもう見られましたね。この乾燥わかめを戻している間に自家製キムチを盛り付けていきます。
もうさすがにこの自家製キムチもヘタヘタになってきたので、全部使うことにしました。山盛りです。続いての一品物は納豆です。これも毎日登場するレギュラーメンバーです。木曜日のご飯いただきます。はじめは味噌汁からいただきます。いつも通り美味しいです。そして今日のメインは何と言ってもカレー粉のサラダです。これが楽しみでしたね。で、実際にとっても美味しかったです。全体がマッチしていて美味しいサラダになりました。それでは木曜日の仕事行ってきます。皆様こんにちは、こんばんは。金曜日のご飯を紹介します。金曜日は朝からとっても寒くて、起きた時に今日はキムチ鍋にしようって決めました。もともとサラダと納豆とキムチというような、いつもと同じような朝ごはんにしようかなと思ってたんですけど、もう寒かったのでもうすぐに今日はキムチ鍋だなって思いました。ですのでこれからキムチ鍋を作っていきます。はじめに人参を千切りします。ちょっと分厚めの千切りです。次に鍋に豆腐を入れます。そのまま入れます。その次に人参を入れていきます。イメージとしてはキムチ味噌汁みたいな感じです。で、こちらが冷凍保存してある小松菜です。もう2週間前ぐらいに買ったやつなんですけど、これを使います。足りなかったので先週買った小松菜も入れました。こうやって冷凍保存しておくととっても便利です。次にカットぶなしめじです。こちらも買ったらすぐ冷凍保存します。これも2週間ぐらい前に買いましたね。で、次に生姜です。生姜もみじん切りにして冷凍保存しておりました。で、お酒を入れて、で次にキムチです。実はこのキムチもう2週間ぐらい前に買ってあって、賞味期限が迫ってるんですね。で、ということもあってキムチをすぐに消費しないとなっていうタイミングでちょうど寒かったのでキムチ鍋がちょうどいいですね。で、キムチ鍋にこの味噌とイワシの粉末を入れます。皆さんはどのようにキムチ鍋を作るのかわからないんですけど、私はこんな感じです。鍋は簡単で栄養豊富でとってもいい料理ですね。金曜日のご飯いただきます。さて、キムチ鍋のお味はいかがでしょうか。とっても美味しいです。これは本当に体に染み渡りました。で、このスプーンなんですが、実家に帰った時に韓国スプーンをいただきました。長いですね。長いのでとっても食べやすかったです。やっぱり食事というのは単にうまいものだけを食べるだけではなく、食器やこの食材、あとは誰かと食べるとか、そういった他の要素も大事だなってつくづく思いました。で、最後にご飯を鍋に入れて卵を一つ割り入れ雑炊として締めました。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のコメント、チャンネル登録を心からお待ちしております。